で、豆腐が甘いとちょっとムラになっちゃうんで、結構しっかりめにここは入れて。はい、札幌占い美容室早川市の後藤です。こっちちょっとトーン下げさせてもらうかな。はい、いい、トーン下げないと、うん、ちょっとわかんないです。そうそう、そうなんですよ。色味もうちょっとこう透明感出していかないと、はい、なんかつながりが悪くなっちゃうんで、そうします。はい、はい、ではビフォアの状態でこんな感じ。で、リパレットで塗るんですけど、リパレットで、まあ、大体リパレットの幅ぐらい入れるかなっていうぐらいですかね。ここをちょっとつけていきます。で、コーミングちょっと軽く入れながら、毛先までちょっと薬剤がつくよう、根元の方、根元じゃないな、裏面にもちゃんとつくような感じで、やっていきます。で、塗布が甘いとちょっとムラになっちゃうんで、結構しっかりめにここは入れていきましょう。はい、こんな感じでちょっとつけて、同じところ3等分にした同じ場所、同じラインからの場所をつけていきます。と端を取ります。はい、この端と端取って、ここをちょっとオーバーラップさせます。僕は逆塗りするんですけど、こういうふうに逆塗りをしていきます。こういう感じで逆塗りします。こんな感じですかね。で、ここも端と端取って、これ隣とつながると思うんですけど、でも全然大丈夫なんで、バラバラになっちゃうんで。で、ここをまあ、パツンってなったりとかしに、ね、逆塗りしていきます。こういう感じに、こう逆塗りですね。こういう感じです。シュッと逆にそーっと逃がしていく感じ、こういう感じですね。はい、ちょっと逃がして毛先を塗ります。で、今度はここの端と端、これ大体取ってるのは1センチぐらいなんですけど、この1センチ取って、1センチをこう取ったら、で、3等分した理由はそこなんですよね。で、ここを塗って逆に塗る、これだけですね。あと待つって感じですかね。シュッて感じ。はい、こんな感じです。これであと色抜けるのをちょっと待ちましょう。もうちょっとはっきり出そうかな。なんかちょっともうちょっとはっきりロングなんで出してもいいかなと思ったんで、あと5ミリぐらいちょっとプラスします。端の方だけちょっとプラスします。若干5ミリぐらい、真ん中はやらないです。感じに、はい、終わりです。これで終わり。今、ブリーチが、さっきのブリーチがこんな、ちょっと今下見えないんですけど、こんな感じに今なってるので、まあ、ダメージはそんなに出てないと思うんで、この状態に、スローカラーのホワイトと、あと V8 を入れます。ちょっと V10 がなかったんで V8 なんですけど、5対1で混ぜて、ホワイトがこの V8 が、1で、オキシは、2.5% の2倍です。で、それでシャンプー台で今それは全体ちょっとつけようかなと思って、で、毛先は様子見ながら流して、で、上げたいなと思うんで、シャンプー台でここからは全てやっていきたいと思います。